おすくと。入れたら速攻ドット釣れちゃうっていう感じ。おし。やっぱね、違うところのね、ゾーン狙うとね、やっぱ当たるわ。ちょっと離れたところ、ほら、来た。来てくれました。はい、琵琶湖ガイドの安井です。今日は地元愛知県、まあね、これがめちゃくちゃ釣れちゃう、まあもう定番になっちゃったんですけど、ジグスピナーを巻いてナマズを釣るっていう感じでね、狙っていきたいと思います。今もね、ここの水路なんか今波紋が立ちましたってことは魚がいるっていう感じなんで、まあね、ナマズ釣りをメインに狙っていきたいと思います。はい、今回ナマズ釣りで使うタックルセッティングの紹介になります。こちらね、ロッド、リールに関しては普段からね、琵琶湖ガイドや御三川、おかっぱりで使ってるタックルと同じでバスタックルで大丈夫です。ちなみにこちらダブルダッチ PG68MR、 まあミディアムクラスにフロロ10ポンド12ポンドクラスが巻き物をね、今回やるこのジグスピナーに関していったら巻きやすいので、おすすめのタックルセッティングバランスになります。でこちらですね、ジグスピナー、まあ、キラキラ系のブレードがついたワイヤーベイトなんですけど、こちらに G クラックのジャイロスター3インチとイモリッパー60を、まあ、ローテーションしながら狙っちゃうっていう感じでこのセッティングでやってます。でジグヘッド、まあ、ジグスピナーなのでジグヘッドなんですけど、こちらはハヤブサの FPJ タイプラウンドの32分の3オンスか、もしくは8分の1オンス、まあ程よくね、キャストが決まりやすいウェイトで、このジグスピナーの回転に対してバランスが崩れない重さがこの2つのウェイトになります。こちらをね、使ってジグスピナーを巻いて狙うっていう感じのタックルセッティングになります。なんか跳ねましたよ。今のは船だったけど船。ちょうど今増水して、そこのね、ちっちゃいね、水門のところから流れ込みになってるんだけど、まあその綺麗な流れ込みっていうよりは、そのね、ちょっと茶濁り的な濁りなんで、まあプラスマイナスゼロかなみたいなね。どちらかといえばここのなんか水門というかは、なんか鯉が遡上するような場所なんで、鯉がね、やっぱね、いっぱい遡上するとか、やっぱ鯉のエリアなんで、まあそこよりちょっとずれたとこを狙うとナマズがね、ライギョが釣れちゃうっていう感じ。おし。やっぱね、違うとこのね、ゾーン狙うとね、やっぱ当たるわ。ちょっと離れたとこの、ほら、来たね、今はね、ここの鯉がいるとこよりもちょっと離れたとこに投げたら、やっぱナマズがね、来てくれました。綺麗なナマズ。いいね、巻いて釣れちゃう。
入れたら速攻だった。はい、ナマズジグスピナー巻いてきました。ちょうどね、あそこ流れ込みないんだけど土管があって、土管の下吸って入れたらもうカーブフォールキョン、まさかの不意打ちバイトっていう感じで来ました。水路でもナマズが入ってきたら釣れます。はい、お疲れ様でした。今日はですね、まあ1時間ぐらいですね、地元愛知県の用水路でナマズをね、ジグスピナーを巻いて狙ってみました。まあね、おとついが台風の影響で増水してたんで、まあ水路にね、魚が入ってきてるかなっていう感じで今回は狙ってみました。まあね、いい感じに日中でも反応があるっていう感じだったので、まあ用水路、ほんとね、狭い水路にナマズが入ってきたら釣るっていうね、まあ簡単に狙って釣れる魚なんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、お疲れ様でした。